フランシス・ガルニエはフランス海軍が第一次世界大戦後に建造した砲艦で統計艦はない。本艦はフランスが世界中に持っていた植民地や保護国を警備するために建造された艦級である。砲艦基準では大型艦で外洋航行能力を持っていたためフランスの艦から洋スコまで開港され現地で警備任務に就いた。本級の船体は タイラ板型船体であった。艦首が切り立った、艦首甲板上に、モデル1917、メー c m 速射砲を、お棒立てのついた単装砲がで一機を配置した。その背後から、上部構造物が始まり、側面にプロムナードデッキを設け、その上に 7.5cm 単装広角砲一機が配置された。簡素な短脚式の全部マストが立ち、その背後に、 箱型の環境が設けられ、その両側には船橋が設けられた。船体中央部に2本煙突が立ち、両側から挟み込むように通風塔が片源一本ずつ、計二本立ち、その周囲は関西堤置き場となっており、船体原則の二本一組のボートダビットが片源一機ずつ、計二機により運用された。後部居住区を基部として、後部マストが立ち、 上部構造物上に2番10センチメートル速射砲1機が後ろ向きに配置された。1945年3月9日にメコン川のクラチエ近辺で日本軍の攻撃を受けた檻に自沈した。ありがとうございます。